おはようございます。ゆきちゃんでございます。えっ、ー、と、実はこのマスクはですね、まあ、こちらにあるロゴ、ご覧いただけるとわかると思うんですが、えっ、ー、と、実は、まあ、私の親友の、まあ、ナイジェルからですね、まあ、この間の展示会でちょっと、まあ、このニットいいよなというところで、えー、このニット、まあ、これ、あの、実はコットンなんですけどね、 もう好きな雰囲気が満載で、まあ、タートルであっても、ちょっとこう、折り上げるというよりは、まあ、えー、まっすぐにして着るような、まあ、こんなあの、ちょっとヘビーウェイトのタートルを探したところ、ナイジェルにあったんですよ。で、これでね、一気に買っちゃって、まあ今日は、えそれに、ちょっと白いフランネルのトラザースで、ちょっと着ております。えー、皆さん、いかがお過ごしでしょうか寒いですよね。 特にまあ、最初まあ、タオルケットと毛布がですね、まああの、皿屋敷じゃないけど、1枚2枚って、今毛布3枚かけて寝てます。でもまあ3枚でもまだ寒いな、みたいなね。まあ今日この頃でございますんで、えっ、ー、と、インフルエンザもそうですけど、まあ風邪にはくれぐれもお気をつけいただければな、というふうに思います。はい。えっ、ー、と、実はまああの、えー、一部の方はご存知かと思いますけど、 えー、10月の30日から、えー、第5回目の、えー、ヴィンテージのイベントをスタートします。えー、これがですね、また今回も、えー、いくつかのヴィンテージ屋さんの商品を私が全部選ばせていただいて、 まあかなりこうドレスな気分で着るまあヴィンテージっていうものがもう満載ですんでね、まあ、こうご期待というところなんですけど、えっ、ー、と、まあ、2、3日前にはちょっとどんな商品を出品するかは、え、アップいたしますんで、えー、お楽しみにしてください。はい。まあ、土曜日と日曜日、昨日、おとといはですね、えっ、ー、と、松本市からえ中平さんという方が、え、以前のまあ、フォックスバルダーズのフランネルの3ピースをお作りいただいて、 えそれをですねお渡ししたりまたあの新たにジャケットを作りいただいたりえ昨日はですねまああのこのフォルツァでは以前まあ覚えてらっしゃる方もおいでかと思いますが綿花をえ作るということで綿の育て方をちょっとアドバイス申し上げた原田さんがですね昨日はやっとまあご本人とお会いできてですね まあ非常に話が盛り上がり。まあご本人はやっぱ革がもうとにかくキチガイみたいに好きでですね。まあレザーレザーレザーって言って、まあこのメダカソーの革物についてはもうことごとく触ってですね、あの喜んでお借りいただいたというような感じでした。はい。えっ、ー、と今日のコメントを申し上げます。はい。えっ、ー、とコメントいただいた方は、えー、ビーグルさんっていう実は女性の方です。ビーグルさん。ありがとうございます。 えっと、いつも動画楽しく拝見しております、えー。ストッキングを履いているのですが、女性のローファースタイルは靴下はどうすればよいか、いつも困っています。えー、ハイヒールを履かない場合は女性は靴下は、えー、履いても素足を見せない方がよろしいでしょうかっていうような、こういうご質問です。えー、っと、ビーグルさん、まあ、あの、こちらですよね。ビーグルさん、ありがとうございます。 で、基本的にやっぱりね、まず素足はなしです。まあよくあのダブル文句にダブルで文句言うのかっていう男性もそうですけど、基本素足は NG です。私の場合は。えー、まあトラザーズはですね、えー、まあやっぱり、まあトラザーズでこう履かれる方は、やっぱりホーズで履いてください。ホーズで。で、ホーズはですね、女性用のホーズはあの、 えっと、マーガレットアウェルの人南店とかいろいろお店にもですね、女性用の包、えー、っを販売してると思うんで、ぜひそこに行かれて色合わせをして包蔵、えー、と。で、まあスカートの場合は、まあどちらかというとタイツですよね。まあこれ、まあ寒くなる時期はと、まあウールのタイツ、まあこの辺をですね、履かれるとよろしいんじゃないかなと思います。 あの、ビーグさんのこの、まあ、写真拝見してると、まあ、結構こう、マニッシュな雰囲気ですけど、ちょっとまあ、上着からペロッと覗く裏地の色が何色なのか、ちょっとこのネイビーに、まあ、ちょっとジャケットが、まあ、ネイビーなのか、まあ、私であれば、あの、このビーグさんのスタイルですと、まあ、ポケットチーフをなさってて、まあ、ボルドー系の、えー、えー、やるチーフなので、 まあ、ボルドー系の色で、ポーズを履きになるっていうのも、必要ありじゃないかな、というふうに感じました。はい。えー、っと、まあ、今日のコメントは以上ですけれど、まあ、あの、ヴィンテージセールはですね、まあ、結構、まあ、毎回、盛況で、えー、去年はですね、まあ、台風の中でやらせていただいて、もう大雨の中、 えー、いらしていただいたのがもう懐か,懐かしくなり、えー、まあ、ここもバーンとこう停電になってしまってですね、どうしよう、なんていうようなことでバタバタしました。まあ、それからまあ、その時はオフラインでやったんですけど、まあ、今回はオンラインでやってまいりますんで、ぜひお楽しみになさってください。はい。それではまた水曜日お会いしましょう。チャオチャオチャオ